ミッチのこれを作りたくて。後悔したくない。俺さ、俺さ、なっちゃんと約束してた。絶対完成させるって。ついに録ね、映画デビューでございます。ということで、今日は最初で最後の本読みを、皆さんが揃っての本読みは今日これ1回しかできないんだけど、今日は本読みをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回監督やらせていただきます、ひろきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボンボン TV で初期から出てくださってますから。あ、そうですね。でも、そうそうそう、キュルキュルキュルボンボン TV で一番最初に白衣を着た男。今回、ついにボンボン学園がちゃんとしたドラマになるということで、皆さんはもちろん、実はもうガッチガチのね、俳優さんも出ていただいて、演出部とか、あとカメラマンも、普段はマジも現場でやってる人たちが揃って、めっちゃいいものを作ろうというところで頑張っているので、皆さんの力も借りつつ、僕も全力で頑張るので、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、品数だけは日本一雑貨屋店長のマスオです。宇津井学ぶでいいんですよね。はい、はい、宇津井学ぶ役やらせていただきます。宇津島の熊です。よろしくお願いします。菅沼ひろと役のきょんです。よろしくお願いします。お願いします。立花梨花子役のりっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松見役のなっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林亮太のよっちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エリアとねっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボンボンじゃないんですけど、ボンボンメンバーに負けないように頑張ります。じゃあ、そんなにな、ファミリーだから。一位、千里役のイッチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。成沢役の金田奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金田役のゆうぽんです。よろしくお願いします。かわいい。お願いします。金田役の住吉たまきです。よろしくお願いします。お願いします。大会場メガボンボン覚悟。なっちゃんいけ、頑張れ。どうぞ。すごい、大怪獣ネコボンボンを倒すなんて。これでこの学校にも平和が訪れるわ。ありがとう、なっちゃん。雪だ、今日のこの景色。うわー、あー、カット。たもっちゃん、申し訳ないです。もうちょっとだったのに。本当すいません。まあまあ、あとラストシーンだけだから、なんとか間に合わせようね。ガチなやつ？もちろん、ねえマリカ。うん。お姉ちゃんの同級生の弟の彼女が3年前に確かに見たんだって。場所？旧校舎の資材置き場。それから何人かの生徒が確かめたらしいけど、誰も見てはいないって。へぇ、そうなの。サンキュー！イッチーなら付き合ってくれると思った。幽霊確かめに行くなら、私より新聞部のこと言った方がいいんじゃない？特大取られたらまずいでしょ。今回のネタで最初を取らないと、来年の部長になれないんだよ。本気で部長狙ってんの？もちろん。人数合わせで仕方なく新聞部入ったって言ったじゃん。タモちゃん、何やってんの？申し訳ない。もうちょっとだった。すいません。まあ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 、あとラストシーンだけだから、なんとか盛り合わせようね。こんな校内ご準備で幽霊には絶対勝てないって。幽霊？おう、旧校舎の韓国的倉庫に出るらしいよ。マジか。さっきナルとイッチが話してたから間違いないって。ナルが毒ダネ掴んだって噂あったけど、本当だったのか。ほら、ほら、になりながら聞いたんですけど、あ、いけるなって僕は思いました。こんにちは、いっちです。なるです。さあ、
さあさあじゃあというわけでですね、ボンボン TV で作る連続ドラマの撮影に来ています。撮影今日ねクランクインしました、うん、みんなはもうちょっと早めにね昨日から、ね、そうそうそう、ね、私たちは今日からだったんですけど、うん、これからがやっと掛け合いじゃないみんなと。そう、うん、そうだそうだ、うん、今日は袴田さんとの ねシーンとかあったりね、うん、他の役者さんとシーンがあってちょっとドキドキだったんですけど、ボンボンメンバーでこの後やるのでちょっと楽しみです。その様子をちょこっとお届けしていきたいと思います。どうぞ。メイク中です。大人になってます。さっきまで高校生だったのが。そう、でもどうだろうな、次大人シーンだから。そう、さっきね、これしようするって。あ、それありかも。ちょっとね、あ、大人っぽい、大人っぽい。あ、すごい大人っぽい。それ使ってらして、ちょっとダークやって、テープでまた見れば。テープとかあるある、えっちゃんが持ってきてくれれば。さすが、誰の髪の毛でも固めることができる。あ、これ全く同じ。 V05、はい、こちらもうすごいいいから、これ監督ひろき監督です。今回ひろき組で私が動いてるので、はい、監督のことをまだ、何日目？2日目？2日目です。2日目、いかがですか？今日、でも今日初日なんでね、2人は。そうですね、はい。ここに来るまでにね、いっぱい本読みとかしてやってきたんで、で、今日芝居見た感じ、もうバッチリ仕上げてきてくれたんで。いや、そうですか。この後もお願いします。頑張ります。はい、そう、私たちが1年の頃のね、なんか、なんか何か入ってるみたいな。本番よーい、スタート。始まります。昨日ね、思ったのが、私は前髪が長いので前髪が命なのは、昨日なんかすんないけど跳ねちゃったので、もう絵つながり的な、絵つながり的に跳ねさせるしかないってことで跳ねました。この後は、ヨッチのお家に行くシーンですね。それでは2日目も頑張っていきたいと思います。よーい、スタート。小林陽太さんですよね。そうですけど、私たち昨日リカ子さんたちと一緒にいたものです。さあ夜になりまして、今は他のシーンをね撮影しているので、私たちはまだ出番じゃないので、この次あるからその準備をして待ってます。次はなんか2人のシーンとかが多いので、はい、そうなんだよ、うん、なんかいかにそのお話の中でうちらでなんて言うんだろう、テンポをこう上げられるかというか、他のシリアスなシーンとか多いから、うんうん、そこをいつなるのところでね、ねそれパートでどう面白くちょっとほっこりさせられるかみたいなところあるよ ね。今日のハイライトで私的に面白かったのが、ヨッチとそのシーンがあったじゃん、うん、あの家に行くやつ、うんうん、その時にヨッチがなんか俺の話し方のテンポとか全然気にせずに2人のテンポでやっちゃっていいから袴田さんとかが言うセリフじゃない俺のセリフ話とか気にしないで2人の世界で2人のテンポでガンガンいっちゃっていいからかっこよかったね。かっこよかったね。俳優さん
この何日かで多分俳優になってるのよっちゃんも。わかるわかる。他にもこれからキョンクマ、ユーポン、タマチュー、まさくん楽しみだね。来るからね。特にタマチュー、ユーポン、キョンクマさん、うずちゃんとしかないっしょね。そうだね、掛け合いが楽しみ。いやどうなるかな。ユーポンとかさ、中学生なのに高校生の役で、いや本当だよ。てか私よく考えたらさ、16歳の役じゃん、24歳になったじゃん、4歳違うんだよ。じゃあ8歳だわ。待って、いやいやもうはって思ったんだけど、何その計算。え8歳じゃん、バカすぎ。昨日のドッキリは良すぎたよね、ほんと。昨日ドッキリはあれ、ドッキリ界の中でも私結構何本かの指に入る傑作してたと思う。演技は絶対にセリフ自分間違えても止めてはいけないってずっと教わってきたじゃない。うん、うん、うん、なんかカットかかるまでカットかかるまで絶対に鈴木がピンなんか生まれるかもしれない、うん、っていうのを教えてもらいましたから、あ、そういう系と思って。どういうこと、試されてるって。だから私が話を聞いてなかっただけでそういう展開にはなってたらけど、私が話を聞いてなかったから、うん、ついていけてないのはまずいと思って無理やりにでもついていく話した結果。ねえ今の流れと思った。今何だ、いけるじゃん、結構頑張ってたから。あれ私聞いてなかったから話。ちゃんとさ聞いたら15時に来る。そう。ちゃんと言ってた。聞いてなかったんだな、人の話。先生に会う時間じゃなかったって言ってて、大丈夫、合わせるって会ってくれたーって。みんなめっちゃいい芝居だったよ。いや、もう芝居大成功ですね。ありがとうございます。ドッキリ大成功、おめでとう。はい、まだ明日からもね撮影あるので、はい、しかも明日は朝早いみたいなので頑張ってね、整えて起きて頑張りたいと思います。明日の私、朝早いけど気合い入れて頑張るよ。明日のなるはむくみを取る運動してから寝ましたか、ちゃんと。待って、24歳さ、そうそうなると、おばあちゃんみたいだけど大丈夫。シャキッとね、シャキッと頑張りたいと思います。明日頑張れ。はい、撮影3日目です。今日はタマちゃんがクランクインです。マリカー、おはよう。そう、マリカは私たちとのシーンがちゃんとあるんだよね。ね、そうで、今日入りで、今日最後すごい。だから今日目いっぱいを出してもらって、目いっぱい出して、目いっぱい叫びます。うん。それじゃ頑張っていきたいと思います。口の耳がソムリエみたいに見えたこと。うん、割とで、1今もそこに髪の長い女の人が立ってるけど、マリカにはね。マリカはなんで昨日の夜眠れなかったんですか？なんか幽霊が怖くて。幽霊？なんか昨日ユーポンちゃんがホテルに着いたらアラームが急に鳴り出したって。もう降って、もう怖くて寝れなかったの。本当に寝る？本当ですか？本当です。幽霊が全然寝てない。はい、一睡もしてます。一睡もしてる。昨日11時にベッドに入ったんですけれども、早いよね。起床は朝の5時15分でした。おー、がしかし、はい、全く寝れず、何個も YouTube を見て怖くて眠れず、布団をかぶったら暑くなってきて、でも布団を外すのが怖くて暑さとも戦ってきました。すごい。幽霊が怖いというだけのためにいろんなものを犠牲にしてきたんですね。そうなんです。犠牲を払ってここまで来ました。頑張ります。本当に寝れなかったの。すごい。イッチの台本勝手に見てます。イッチ借りるね。珍しくめっちゃ喋ってる、一人で喋ってますよ。幽霊がいる。あ、幽霊がいる。幽霊だ。本物の幽霊だ。あ、分かった。昨日ヘイポンのアラーム鳴らしたでしょ。あ、なっちゃんだったのか。え、幽霊だから。もうなっちゃん。違うよ。おかげで眠れなかったんだよ、この人。一睡もしてない。年月がしたのに。違う、私じゃない幽霊だよ。幽霊の友達？友達
しいいのできたのちょっと耐えられなくなった耐えられなくなった今から夜のシーン台本借りてるよ夕方どこだっけ今からソロのシーンがあります。ちょっと緊張しますね。結構すごいね大事なシーンで千里は夏目のことが見えないっていうのが分かるシーンかな。あと千里のね人柄の良さ本質みたいなところが分かるかな。ちょっと気持ちが変わるシーンだと思うから行ってきたいと思います。よいさあ景色に行ってきた感覚が生かされた気がする。私もです。よかったよ。オッケーがオッケーだと思うよ。よかったよってなる。私も一緒じゃね。もうセリフ多いからちょっとここはあっと待ってそう、ね、これここがね、ここまだだから。いやだから何回もやってるのみたいな。待って、私も見つけてんのあってことだよ。ぶつかってない。ぶつかってない。ぶつかっちゃった。なんかで、まあ、この組み合わせのかな。なんで帰ったかわかんないの。なんで全部書かないの。あーってわかんないこれ読める。第一志望、第二志望、第三志望って書いてある。習ってないよこの漢字。漢字はね、どうでもいい。大事なのはこの紙は何かってこと。これ何。自分の進む道の希望調査。落書き書でしょ。違う、自分が希望する道を調査するための紙。誰らも書いてないの。お嫁さんになりたいそうとか、うん、そうパイロットになりたいとかそう、それも書かないとダメでしょ。わかんないそんなの。なんでわかんないの。なっちゃんはだいぶ来てるから。なっちゃんはだって見つかるって書いてあるけど。3、3の 3? はい3になった。幽霊なれたね。やった。よい、スタート。あ、ちょっと待って。はい、カット、オッケー。オッケー。オッケー、出ました。めっちゃ良かったね。すごい、なんか。すごかったよ。本当なんで私がやんなきゃいけないの。いやーさっさと帰ろう。朝はうまい。そうやってた。私たちのシーンだもんね。そうそうです。あの屋上にね、ここがね、そう屋上。ここ同い年だから。同い年です。無理があるんじゃないかな。いや同い年だ。同い年です。昨日の授業だったんでね。あ、そうだ、おめでとうございます。そう、おばさんになられたから。8歳ばかりやから。8歳よ。1年で何歳になってるの。何歳。15です。じゃあこれ、じゃあ逆に一番ハマってるじゃん。そうなんだよ、一番近い。ちょっとやば。そんなことない。普段から制服着てんだから。私たち普段から制服着てんだから。15なの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 。15な
笑われちゃった。半年しか違うから。すごいね。それを、ここからなる。それも遅れてごめん。やるとこまでやっとく。お前なんで遅れたんだよ。落ちてほしかっただけだったら一緒しかでも先生に呼ばれちゃって。私と先生どっちが大事？もうすぐ受験だからさ、やっぱり先生の話も。一緒に幽霊探し行くって言ったよね。幽霊探しも大事だと思うよ。だけど、やっぱり真面目か。真面目だよ。真面目なんですか？え、何言ってんの？ごめん、あんた学校行けないよ。あ、それは知ってるんだけど。先生噂してたよ。噂？あかり学校行けないんじゃないかって。行けるもん。あかり学校行けよ。幽霊さん、独占取材に来ましたよ。幽霊さん、いないんですか？幽霊さん。え、あ、いないだろ。よかった。よい、さあ。ほら、ヨッチさんは来てくれなかったでしょ。ヨッチ、まだ間に合う。え、夏美さんの最後の願い、まだ間に合うよ。場所は旧校舎の多目的倉庫。この後何人かの生徒が確かめたらしいけど、誰も見てはいないって。得だね、サンキュー。でも3年前の幽霊事件なんて校内新聞のネタになるの？もちろん。だって幽霊は死なないんだよ。3年前に現れた幽霊は今もいるに決まってるじゃん。しないで、まっすぐに進んでいきたいから。で、これは誰かさんの言ったパクリでした。みんな、後悔したくない。アルサ、アルサ、8年前にできなかったら、そしもう一回みんなで撮影しなか。俺さなっちゃんと約束したんで、絶対完成させるって。はい、カット。セリフもすごかった。でも、うん、最後あんな長いのにさ、
まあ、なんか会ってたことも知らないけど。まあ、空気というか、降りてきてたね。ロータが降りてきてた。降臨。あきゃありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいね。いや、でも練習あんまり出れなかったんですけど、当日優しく教えていただいて良かったです。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はですね、1/4日目、最終日です。今日は朝から入って、15時頃に、私たちはアップっていう予定なんですけど、もうね、朝寒い。私向こうどもこみたいな、あのミシュランみたいな感じなんですけど、今日はね、屋上の撮影が立て続けにあった後に、その後にキョンクマさんたちと外の撮影になるので、寒さ対策をしっかりしないと戻ってきた時に影響しますね。せっかくの特ダネだったのにね。じゃあ来年度の部長は4月で決まりだね。そんなの絶対や。もう少し頑張ってみたら、部長になりたいんでしょ。はい、トラックに本番よい、スタート。何見てんの？ち見てよこれ。絶対にやらせだと思うな。こんなのが対象なんて信じらんの。マロはなんで揺れ寝てるのか。別にさんたち見てたら、校内新聞にもそういうことじゃないかなって。でも部長諦めたわけじゃないから。しぶとい。それよりイッチどこ行ってたの？進路希望調査書出してきた。なんて書いてあるの？秘密。教えてよ。教えない。教えてよ。おはようございます。はい、クマさんが今日最終日グランドインです。おはようございます。おはようございます。最終日なんですね。そうなんです、今日は。びっくりでした。最終日でございます。最終日にこう僕らみたいな仕事急に現れてもなんか気まずいわ。でも昨日は、ゆうぽん、たまちゃんが入って、うんうん、あ、そうなんだ。そのままね、クランクアップのみで、うんうん、今日はきょんくまさんっていう感じなんで、はい、はい、バチバチですから、ここ。そうですよ。ここ、うちら。そう、争ってますから、部長。私が来ない。役の話で、なんだ、びっくりしてなくて。違う、バチバチしてるのかと思って。違うわ。はい、すみません。なんか、何、挟まっていじめられるのかな。ああ。ボリュームが、髪のボリュームが、いや、ちょっとやべえな。すごい。いや、もう高校生無理でしょ。そんなことないよ。高校生高1は無理。いや、でも普段制服のイメージあるから。ああ、普段に助けられてるのかな。一番今回の役柄で年に近いのユーポンなんですよ。ああ、そうか。16の予定なんですよ、15で。ユーポンは15で。16だ。すごいよ、長生きますよ、全然。でもいた、こう、なんか痛いた。いや、いたよね。夢起きてまんま来たみたいな。あの、ちょっとオーバーエイジ枠じゃないけど。痛いよね。
いやー、緊張しますよ。やったことないですもん、こんなこと。しかも高校生役ですからね。よーい、スタート。エイジです。あの、キョンクマの、キョンクマのサブメンズ、元メンバー。はじめまして。あれ？どうしたの？幽霊は見つかった？何が幽霊だよ、この大村キー。めちゃくちゃ滑った。カット1。恥ずかしい。スライディングめっちゃ面白かった。キョンさんらしかった。いつも全力ですからね。いつも全力のキョンさんと、なんかちょっとこう、ふわふわ。優しいクマさんのらしさが出まくってて、キョンクマさんしかできない演じ方だなって思いました。よーい、スタート。大丈夫？お前ら、なんで逃げてんだよ。南中学。わかった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい。それで、キョンクマさんも？もうか、キョンクマさんはこれで、ね、誰もだ。あれ、疲れるか、寂しい。そう。じゃあまずキョンクマさん、オーラップです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、そしてちなるさん、連日レイヤーお疲れ様でした。オーラップです。いやー、寂しいな。なんかね。はい、というわけで撮影最終日、いちなるオーラップしました。そしてキョンクマさんも一緒にオールアップしました。イエーイ。いや、俺らほんと1日とかだったけど、うん、2人はもうずっとだったでしょ。そうだね。やばかったでしょ、うん、いやー、やばかった。うん、実際やばかった。本気でやばかったね。うん、いろんな体験したよ。オールアップの重み違いますよね。違った。いやいや、そうだよね。頭の重みだけあるけど、オールアップの重みが全然ないんですよ。うまいこと言う。よかった、褒められて。とりあえずでも1位より全然感じなかった。まあ、そういうことにしといてあげますか。あれ、吸い付けられてやべえ。乱れてる。いや、もう激しいアクションだった。そう、激しかったのよ、私たち。そうだね、今回。なんかさ、すごい神降りてなかった。うん、なんか笑いの神が降りて、2人にしか出せない、なんだろう、空気感があるなって。私たちには出せないもんね。全然褒められてる気しないです。いや、褒めてる、褒めてる、褒めてます。恥ずかしい。俺らは手応え感じてないから。いや、私たちは手応え感じた。あそこで笑いが起きるなと。なんなら終わった後にすいませんって言おうと思ったのに、あ、いいんだ。みんな笑ってたから。あ、いいんだ。あれ、気まずいみたいな。あれ、だから現場で笑いが起きてるってことは間違いないと思う。間違いない。そう。じゃあもう完全に笑わせに行く担当でよかったから。だから全然。じゃあもうその頭で十分よかった。だって俺、廊下で覗いてるシーンでみんなの、そう、めっちゃすごい評価。こんなキノコみたいなやつ出てきた。確かに面白いね。急にこんな頭出てきたね。戻ってきたらみんなが、クマさん面白かったですよ。何があってきた。出てくるだけで。本人自覚ないから。出てくるだけで。すごいわ。超不安だった。天性のものだね、もうね。はい、ということで、最終日無事に楽しかった終えられたので、あとは他のメンバーがね、卒業して。そうだね、あとは4つとなっちゃんとだけじゃん。だけだね、だけだけ。うん、卒業して、それを
プロフェッショナルの方に演習してもらって仕上がるの待つのみですよ。楽しみ楽しみ。楽しみだね。怖い。知ってる？これ上映されるらしいんですよ、映画館で。じゃあ本当の話？なんでドッキリだから何パーセント本当の話？89ぐらい。でもその予定だから楽しみにしてください。大スクリーンで、はい、本当本当本当だよ。本当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 そうね、スタッフほらほらほら、スタッフとイジナルのもう工作だからはめられてるから、ネタバレでこれでワクワクして潰されるパターンだ。でもタマちゃんはロケシンガポールに行くってずっと騙されてたから。タマちゃんはもう何でもないで信じたの。撮影なくてもシンガポール飛んでくれればいい。はい。あ、もうカメラ見ていいんだ。そう、確かにダンシングユーチューバーって。そう、演技してる時はね、はい、あんまカメラ見ちゃいけないからね。はい、というわけで17の密着するドラマ撮影の裏側こんな感じでした。ドラマの方はね、ボンボン TV に上がってるので、ぜひ何度でも見てください。邪魔しないであげて。ね、やこうしよう。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。